屋久島沖にアメリカ軍のオスプレイが墜落した事故で、機体の残骸とみられるものが引き揚げられました。こちらは今日引き揚げられたオスプレイの機体の残骸とみられるものです。この事故では男性搭乗員1人が死亡し、残る7人の捜索が続いています。県によりますと、このオスプレイは事前に使用許可がない緊急着陸を試みていて、防衛省の松本政務官から説明を受けた塩田知事は、オスプレイの安全性に懸念を示しました。これまでも県内の管理空港へのオスプレイの着陸ということが起こっておりましたけれども、しっかりと安全性については万全を期していただく必要があるというふうに思っております。